クラウドアトラスは2012年の SF ドラマ映画。2004年に発表されたデイビッド・ミッチェルの小説、クラウド・アトラスを原作とする。映画は19世紀から未来まで、文明崩壊後までの異なる時代に舞台を置いた6つの物語をグランドホテル方式で描き、トム・ハンクスらキャストは各エピソードに応じて複数の人物を演じるという複雑な手法が取られる。 1849年、2144年、2321年の物語をウォシャウスキー指定が監督。1936年、1973年、2012年の物語をトム・ティック・バが監督している。なお、日本での年齢制限は劇場公開時は PG-12 指定だったが、ブルーレイ DVD 発売時には R-15 指定となっている。 複数の物語が時間を超えて、ランダムかシーンをシンクロさせながら進行していく。赤眼の老人、ザックリーが自身の時空を超えた数奇な物語を語るところから始まる。1849年、米国の弁護士ユーイングは、南洋で奴隷貿易の契約を終え、イシグースと共に帰国の航海につく。 その船の中で密航していた脱走奴隷オトゥアに出会い、一度は断るも懇願されて助ける。その後、ユーイングは船に積まれた契約金を狙うフースに毒を盛られ、殺されかけていたところをオトゥアに救われたことで考えを改め、奴隷商人の義父ハスケルと決別し、妻ティルダと共に奴隷解放運動へ身を投じる。その82年後の1931年、 音楽を志す英国の青年、フロビシャーは、往年の大作曲家エアズのもとで財布係として雇われる。彼は、イユーウィングの公開日記を愛読しながら、自分の公共曲を作曲していたが、曲と自分の自由を奪おうとした、エアズを銃で撃ってしまったため逃亡生活を送ることになる。フロビシャーは、クラウドアトラス60層を完成させた後、 手紙を書き続けていた恋人シックス・スミスに遺書を残し、拳銃自殺する。その42年後の1973年、シックス・スミスは米国で物理学者となり、フックスらが進める原子力発電所計画に従事していた。シックス・スミスは原発の欠陥を告発するために、ジャーナリストのルイ・サレイに報告書を託そうとするが、原発事故を望む石油マネーが雇った殺し屋ビルに、 射殺される。報告書とユーイングの手紙を手にした、ルイサも命を狙われるが、ルイサの暴風の戦友ネピアと共に殺し屋に立ち向かう。最後には、シックス・スミスの名々の協力により報告書は公開され、真実が明らかになる。その39年後の2012年の英国。編集者カベンギッシュの手元には、新人作家の原稿、ルイサレイ事件がある。 作家ダーモットは目の敵にしていた、批評家をパーティーの最中に殺害して、時の人となり、ダーモットの出版元であったカベンディッシュは、大儲けするが、ダーモットの社弟たちに恐喝され、不遊な兄デニーに、助けを求める。カベンディッシュはデニーに騙され収容所同然の、老人介護施設に入所させられてしまうが、入居者仲間と計画を立て、凶暴な看護師のオークスたちに立ち向かい施設から、 脱走する。そして、自伝小説、カベンディッシュの大脱走を執筆しながら、青春時代の恋人アーシュラと愛に満ちた余生を過ごす。その132年後の2144年、統一政府をいただく未来社会では、遺伝子操作で作られた合成人間たちが人間に支配され、労働力として酷使されていた。ネオソウルで給仕係をしていた。 複製種孫百451は、ある時純血種の映画を見て、自分の境遇に疑問を抱く。その後孫ミは、革命家ちゃんに救出され、解放されたはずの複製種の仲間たちが殺され、複製種の食事にされている実態を知らされる。革命軍は放送施設を占拠。ソ孫ミは全世界に向けて演説を行う。同時に、革命軍は政府軍の教習を受け、 ちゃんと仲間戦士。捕らえられた孫ミも統一政府から派遣された官僚に真実とちゃんへの愛を語った後処刑される。その177年後の2321年、文明の崩壊した地球。ある島では島民たちは凶悪な人食いに怯えながら女神、孫ミをあがめ素朴な生活を送っていた。島の住民ザックリーは、 彼の心の闇の部分であるオールドジョージーに悩まされ、続けており村でも孤立していた。ある日、昔の人の技術を持つプレシエント族の女性メロニムが、人々が恐れる悪魔の山へのガイドを探して、村にやってくる。ザックリーは、過去の様々な魂の記憶を夢に見て、ミコアベスから三つの啓示を賜る。最初の啓示によって、メロニムと共に、 一食い族から逃れたたックリーは、命の命を救ってもらう代わりにガイドを引き受ける。二つ目の刑事によって、オールドジョージーの囁きに打ち勝って、メロニムの命を救い、無事に山頂にたどり着く。メロニムは、山頂の宇宙港から地球外コロニーへの救難信号を送信する。汚染により、地球人類は滅びかけていたのだ。山から戻ると、村は、 一食い族の襲撃により全滅しており、ザックリーは三つ目の刑事を守らなかったために追撃を受けて窮地に陥るが、メロニムの銃に助けられて生き延び、唯一助かった目へと共に、プレシエント族の施設に移住する。2346年、場面は最初の大分ザックリーに戻る。語っていた相手は、たくさんの子供たちで、舞台は、地球から遠く離れた惑星。 共に置いたザックリーとメロニムが仲むつまじく寄り添う姿で幕は閉じられる。キャストは以下の通り、太字は主人公を示す。2009年1月、ティックバが小説クラウド・アトラスの映画脚本家にウォシャウスキー指定と共に取り掛かっていることを明らかにし、ナタリー・ポートマンの出演が噂された。2010年6月にはポートマンの他にハンクス、 ベリー、ジェームズ・マカボイ、イアン・マッケランが出演を依頼されたと報じられた。2011年4月には、ハンクスの出演としての共同監督が、2011年5月には、ベリー、ウィービング、ウィショー、ブロードベント、サランドンの出演が明らかになった。映画は、ドイツの X フィルムクリエイティブプール、A カンパニー・フィルム・プロデクツオン・ネゼルジャフと、 メディエンボルトベルリンブランデンブルク、フィルムシティフトング NRW と、アメリカのアナーコスプロダクションズ、香港のカンア送迎集団、シンゲンヤゴデン仲立ち、シンガポールのアセンションピクチャーズの出資を受けている。制作予算は1億ベドルに上り、ドイツの新聞、ディベルトは、本作を、史上最高額のドイツ映画、ドイツ製ブロックバスターという初の試みと呼んだ。撮影は、 ドイツのバーベルスベルク撮影所で2011年9月16日に始まり12月21日に終わった。撮影はスコットランドのグラスゴーやスペインのマヨルカ島でも行われたがプロデューサーのステファン・アルントによると全体の約8割はバーベルスベルクで行われた。シテ定とティクバは別々のスタッフを使って並行して撮影を行った。ワーナーブラザースは当初 上映時間を150分以内にするとの条件で契約を結んだ。しかし、完成した映画は164分に及び、最終的にこれを了承した。アメリカ映画協会は、暴力描写、言葉遣い、性的、ヌード描写及び、軽度の薬物使用のために映画を R に指定した。2012年6月、ワーナーブラザースは、 映画の北米における公開日を2012年10月26日と設定し、同時にイギリス、フランス、スペイン、オーストラリア、日本における権利を獲得。これらの地域では2013年初頭に公開すると発表した。2012年7月26日には約6分に及ぶ予告編と3人の監督による映画の解説の映像が公開された。 ありがとうございます。